今日はまだ出会ったことがない人との心の距離をウェブ上でぐっと近づける秘訣についてお話ししたいと思います。今日のテーマはまだ出会ったことがない人との心の距離をウェブ上でぐっと近づける秘訣についてお話ししたいと思います。この動画を見てる方は、ビジネスを通して、ウェブを活用して、お客様と出会っていきたいなと思っている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、一生懸命発信してるのになかなかこうね反応が 薄い反応しか返ってこないとか、なんかお客様の読み手の人の心に響いてない気がするっていうようなお悩みってよく伺うんですよね。でなぜかというとやっぱりこうウェブ上って、リアルで直接会うよりも情報がお客さんとか人に伝わる情報っていうものが圧倒的に少なくなります。直接ね会うとなんとなくのこのね会った時の空気感だったりとか、そういうものが伝わると思うんですけど、まあね、動画はこうやってお話ししてると私がこうやって動いたりとか、どんなスピードでどんな声のトーンで話してるかとか、まあ、どんな表情で話してるかっていうのも伝わりますが、やっぱり文章とか文字だけで伝えようとするとその情報量っていうのが圧倒的に減るのでなかなかねこう相手に伝わりづらいっていうことがあると思うんですよね。だからこそ何を意識したらいいかっていうと、しっかりと感情を言葉で表現するっていうことです。よくね例えば今日はこんなところに行ったよとかこんなことやったよっていうことを書いたりすると思うんですけれども、その事実だけだとうんそうだねっていう感じなんですが、そこから、まあ、自分自身がですね何を感じたのかっていうことと、そこから読んでるくださる方に対して何かこうメッセージとして伝えられるものはないか、そんな感じで、自分が感じた感情からのメッセージっていうものを伝えていくようにすると、その人がねどういう物事を見てどんな風に感じる人なのかとか、そういう人柄がやっぱり出てくるんですよね。なのでやっぱり感じるっていうことはやっぱり唯一無二で、同じ感じ方をする人は他にはいませんから、この感情こそは個性だと思うので、しっかりとその感じたことを言葉にするっていう練習をしていてみるといいんじゃないかなと思います。これは日々の、ね家族だったりとか友達だったりとか会社の人仕事の人とのコミュニケーションの中でも、やっぱり自分はどう思ってるとか自分はそれに対してどう感じたとか、まあ、嫌だったこととかに関してもただ怒るんじゃなくて嫌だったことをしっかりと、冷静に言葉として、気持ちを伝えるっていうこととっても大事ですので、そんな感じで、感情を言葉にして相手に、伝えるっていうことを練習するっていうのはウェブの発信においてもとっても大事なことじゃないかなというふうにに思います。そして今日のね心の距離をぐっと近づける秘訣というところでいくと、この感情っていうものが一つにテーマにはなってくるんですが、より心をぐっと引きつける秘策があります。それは何かというと、いいところだけじゃなくて自分が本来は人に見せたくないなとか、なんかこんな自分情けないなかっこ悪いなって思うような弱い部分情けない部分も出してみるということです。なぜかというと、ウェブ上 SNS だったりとかブログだったりそういう発信って綺麗なものを大体投稿するんですよね。なので、自分が思ってる以上に、自分のことがすごくこう悩みがなく、順風満帆で、綺麗になんかこうね過ごしてる人っていう風に見えるんですよね。でそれって自分が、他の人の SNS だったりを見るときとかにも、あなんかこの人すごいなとか、なんかいつも前向きで偉いなとか、そういうふうに感じること多いと思うんですけども、同じように、自分に対してもそういうふうになんかこうねいつも前向きだなとか、そういういい面だけで、苦悩しているとこだったりっていうのは、まあ、見えてこないですよね。だからこそあえてその自分が本来は見せたくないような苦悩だったり葛藤だったり嫉妬だったりとか情けないなと思う気持ちとか、そういう一見ネガティブな気持ちも、出してみるっていうことです。
で、これは、まあ、注意点としては、その人に攻撃するようなネガティブな、気持ちを人に攻撃するようなものとして出すのではなく、実はこんな気持ちを抱えてたんだ、そういう感じで、打ち明け話みたいな感じで出すと、それは人に対する攻撃でもないですし、あ、こんな風に完璧に見える人でもなんかこんな一面があったんだとか、こんなことで悩むんだ、私と一緒だなとか、そういう感じでぐっと心の距離が近くなります。で、これは私はまあ意図してやったことではなかったんですけれども、起業する最初にですね、まあ、自分が会社を大好きだった会社を辞めて起業したわけというブログのストーリーを書いていったんですね。で、その時に私がまあ起業を決めた理由の一つに、仕事ですごくまあ完璧主義で抱えてた時に、会社の仕事で思うような結果が出なくって、で、そのでも会社ではその思うような結果が出ないプレッシャーだったりストレスっていうものを会社の中では出せないの時に、矛先がまあ帰った後の自宅で自分の子供に向けてイライラをぶつけてしまってたっていうのがあったんですね。で、それがなんかこうある時ふとね、そのイライラをこうぶつけてなんか子供を泣かせてしまったりしながら、だけどなんかこうハッとね我に返ったら、なんかごめんねって言って謝って大好きだよってハグして仲直りはするんですけれども、なんかこういうなんかひどい言葉を浴びさせて、でも本当は大好きだよって言ってるのって、なんかこうね DV の人とかが、暴力振るって、でもその後にお前のこと大好きだよって言って、ね、彼女があの彼から暴力振るわれるけど私のこと大好きだって言ってるからって信じてるその彼女となんか娘ってかなんか重なって、私なんか DV する人と同じなんじゃないかってすごい情けなく思った時があったんですね。で、まあ、そんな自分が嫌だなと思って、もうそういう、何か変えなきゃっていうところから、まあ起業へと、続いていくっていう感じなんですけど、まあ、起業ストーリーをあの書いていた時に、そのね自分が DV の人と同じじゃ情けないって思ったところを、まあ、書く時になんか DV と DV してるみたいな感じで思われるのも嫌だし、そんなこと出していいんだろうかみたいな感じで、不安だったんですけれども、それをこう書いたらすごく気持ちがわかるっていう感じで、私もそういうふうに思うことがあるみたいな感じで、まあ、共感してくださるコメントが結構来たんですよね。で、その時にやっぱりなんかこう中で抱えてる葛藤とか悩みってそんなに人にねどん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 出すわけじゃないんだけれども、みんななんか同じように内側には同じような気持ちを抱えて悩んでたり、葛藤したりしてる人がいるっていう時に、それを自分はなかなか人に言えないんだけど言ってくれたこの人がいることに対してすごくわかるっていうことでぐっと共感する、心の距離が近づくっていうのがあるなと思ったので、なんかそういう完璧な姿だけを見せなくていいんだなっていうのがなんかこう一番最初のこう気づきというか目から鱗の発見だったんですよね。で、それでやっぱり心の距離も近づくし、なんか多分人としてのなんか人間らしさみたいなものが出たんじゃないかなというふうに思います。ウェブってどうしてもさっき最初に言ったように綺麗に見えてしまうし、ある意味無機質なんですよね。なのでしっかりと、まあ、感情を言葉で伝えるっていうことと、攻撃するわけじゃないですけれども、まあ、一見ネガティブな自分が人には見せたくない隠したいっていうところも、出してみるっていうことをすることで、よりこう、ね、リアリティのある人間味っていうものが伝わってくるようになるんじゃないかなと思うので、ぜひねいいところだけじゃなくてそういうところも恐れず出してみてください。はい、ということで今日の動画は、ウェブでまだね出会ったことがない人との心の距離をぐっと近づける秘訣についてお話ししてきました。いいねと思ったら下のいいねボタン押していただけると嬉しいです。それから今後もですね、こういう、マーケティングや、起業する上でのお悩みだったりに関して、動画で回答していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。マーケティングやブランディングについてもっと詳しく知りたいなという方へ向けては、無料の動画プログラムを3本公開してますので、そちらは概要欄の URL からぜひ登録してみてください。
それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。